日本関東地方東京都江戸川区本一式本。一式は東京都江戸川区北部の地名、町名。住居表示実施済み。現行行政地名は本一式一丁目から本一式三丁目。郵便番号は133-0044。隣接する地域は、北は上、一式一丁目。東は京宮町、南は松本一丁目及び中央四丁目。 西は、葛飾区新小岩3.4丁目。江戸川区北端部に位置し、地区の西辺をもって、江戸川区葛飾区境をなす。地区の東辺を環7通りと接し、南辺の一部を千葉街道で隠す。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、本一式3の19の4の地点で26万5千円、平方メートルとなっている。 旧来の本一式村に由来、昭和7年の江戸川区成立時に本一式町として成立。昭和61年住居表示が実施され、本一式一点に3町目となった。住居表示実施に最終位の町との境界線の調整は行われているが、概ね従前の町名、町会を踏襲している。なお、住居表示後の町名の読み方は、本一式。 を正式とするが、かつては、元一式とも読んだ。角川日本地名大事典東京都は、元一式長を見出しごとして、本一式の読みも併記している。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では、学校選択制度を導入しており、 国内全域から選択することが可能。本一式の町域内に鉄道駅は存在しない。しかし隣接する新小岩に1路線1駅が所在する。ことから地域住民の鉄道交通機関の利用に困難は少ない。以下に最寄り駅を紹介する。バスにより小岩駅、新小岩駅、亀井戸駅、錦市町駅、下崎駅、水江駅、市野駅、 船堀駅、火災駅、火災臨海公園駅、青戸駅、亀有駅との連絡がある。AB、町長名別世帯と人口、年齢別人口報告。江戸川区。2017年12月13日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月13日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2017年12月13日閲覧。国土交通省地下工事都道府県地下調査、町長名別通学指定校一覧。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区立小学校、学校選択制のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区立中学校。 学校選択制及び学校公開のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。ありがとうございます。